さて、行きましょう。一応ね、先ほど、プレーを中断したところからスタートです。行きましょう、皆さんね。なんかこっちなんかあるな。ロードサービス車とかありますね。ちょっと触ってみましょうかね。見てみましょう、まずね。ろくなものは残ってないなって言ってますね。すいませんね、今日はちょっとだけ、深夜なんで、深夜というか夜の配信なんでね、少しだけ音量の方ね、自分の声の音量の方下げておりますが、その上に、はい。あ、本当ですか？ありがとうございます。ということで、ワコツンということで、サイハテさんいらっしゃいませ。今日はね、前半戦の方を、6時からね、9時半まで放送の方させていただきました。こちらの作品はですね、ゲームなんですが、ドラマとか映画とはね、また別のね、ものとなっております。海外ドラマの方はね、私も視聴の方はしてるんですが、全くね、全くとは言わないんですけど、一応こちらの作品自体は、ウォーキングデッドのドラマの原作となったコミックの、舞台のパラレルワールドというね、設定みたいですよ。It's empty. 燃料がない。発電機とか動かしたらいろいろなんかできそうですけどね。そうですね。この時間帯普段はね、配信したいんでね、今日はちょっと声の方のね、ボリュームの方下げてね、放送の方しております。というわけで、ミュウさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。さて、行きましょう。まずなんか変なガムテープみたいなの取りましたけどね。何なんでしょう。連結部分見てみましょう。こいつはひどいな。外しようがない。外せないの？どうすればいいんでしょうね。一応手で触ってみましょうか。あ、もう触る前に諦めてますよ。諦めたらね、そこで試合終了ですよってね、多分言ってくれると思うんですけどね。安西先生だったら。一応喋ってみましょうかね。お仲間に計画を伝えましょうか。よし、話をしに行こう。オミード、ん？ちょっとね、左側のオミードさんはどうやらね、私たちと、まあ一緒にね、連携していこうと思ってるらしいんですけど、隣のね、こちらのクリスタさんはね、少し、まだ様子を見ようじゃないかみたいな感じみたいですね。さて、じゃあちょっと降りてね、下の様子を伺ってみましょう。一応今日のね、あ、降りてきました。いますよ、みんな。オミードとクリスタだ。お邪魔かな。言ったろ、手を貸してほしいとさ。挨拶に来た。クールな列車だな。手を貸そうと思ってさ、タンク部分を切り離して先に進もうと思うんだ。それしかなさそうだな。じゃあ取り掛かるかい。よければ私はあの子と話をさせてほしいわ。列車の走らせ方を教えておこう。保険だ。いいのか。万が一に備えてさ。あの駅舎を調べておいた方がいい。じゃあ始めよう。駅舎を調べた方がいいって言ってますね。さて、まずはこちらのね、タンクローリーの、後ろのね、タンクの部分を切り落として下に落として、そして、この列車がね、通れるようにしようっていうのがね、今の現段階の状況でございます。一応これ見てみましょうかね。かなり大きいなって言ってますね。触ってみましょう。どんどん引火すれば大爆発だ。いや、わかりませんけどね。どうなるんでしょうかね。ケニーはね、ちょっと自分の家族がね、先ほどの枠で、非常に辛いことになってしまったためにですね、もう精神的にボロボロなんですね。どうしてあげればいいんでしょうか。まあとりあえず、いや、違うんですよ。まあトラックだったら私、あ、これ今なんか曲が BGM が流れ始めたのかなと思ったら、チャックさんね、これ先ほどの放送でね、あった老人のチャックさんがギターを弾いてるみたいですね。 PSVF、 ああ、こちらに書いてあるやつ PVSR って書いてありますよ。何か、アメリカのなんかの列車でしょうかね。 PVSR って書いてあるような気がします。一応、チャックさんとね、見てみましょうか、ね、チャックもね。ガッツがある人間がいてよかった。それだけ？列車も見てみましょうかね。まさに宝の持ち腐れだなって、今の状況を表してるんでしょうね。ベンとお話もしてみましょうかね。見晴らしはいいか？良好だよ。やれやれ。
誰でもいい。誰かやってきて、やつらをまとめて始末してくれないかな。ゾンビのこと言ってますね。慣れるしかない。ちゃんとしろ。頼れるのはお前とチャックだけだ。心理を当てにできるか。ウォーカーとの戦いはまだまだ続くんだぞ。そうなんだろうね。言っておくより、もし追い詰められて逃げられないと分かったら、僕は終わりにする。蹴りをつけるんだ。なんてことでしょうか。蹴りを何人だ、人生にさ。マジか。格好つけるんじゃねえ。この青2歳が、みたいな感じでしょうかね。なんとしても逃げろ。ああ、どうしよう。みんなもうなんか、世界終わっちまうんだみたいな感じになってますけどね。どうしましょう。この奥にあるね、どこにも行こうみたいな話になってましたけどね。駅の方に行かないといけないんでしょうね。取り調べは順調かい？うん。怪しい点はないか？ないわ。彼女、凄腕よ。それは良かった。そうですね。なんか、みんな追い込まれてしまってね。弱気ですよね、全員ね。ということで、75番さんいらっしゃいませ。追い詰められて終わりだと思ったら、俺は蹴りをつけるんだってね、言ってましたね。ベンはね、結構最初は気のいいやつだったんですけど、この状況にやはりもう面食らってるんですね。Hey there. いや、トランシーバーを大事にしてるんですってね。壊れてるが愛着があるらしいんだ。わかるわ。このトランシーバーはね、唯一ね、両親と連絡を取るために使ってたものということでね、クレメンタインのね、大事な宝物なんですよね。タンクローリーをどうしたものか。油断すると撃たれるぞってね、言ってみるのもいいかもしれませんけどね。タンクローリーをどうしたものか。オミードに行って、得意分野よ。出身は？サンフランシスコ。ずいぶん遠いな。誰かさんのせいよ。アメリカ横断なんて言い出すから。オミードってすごいですね。人は見かけによらないな。大体南北戦争ネタなんて誰が好むのよ。せいぜい白人のじいさんぐらいでしょ。あら、まあルイは友を呼ぶねということで、どうやら違うみたいですよ。なんか南北戦争について調べてたみたいですね。実はね、こちらの、いや違いますよ。アメリカ横断ウルトラクイズやり始めたらそれは私と一緒ですけどね。なんかどうやらオミードはそのこちらのね、リーの、が歴史を教えてたみたいな感じのことなんでしょうけどね。なんかその分野についても精通してるみたいですね。アタック25じゃないよ。アメリカ大陸横断ウルトラクイズ。よし、ちょっと、運転席の方行ってみましょうね。さて、なんかね、まあ、取り忘れがあるとね、一時戻らないといけないことになるんで、一応一通り見てみよう。アダックチャンス、懐かしいですけどね。よし、ちょっと聞いてみましょうか。あ、出ましたよ。南北戦争マニアか。これ聞いてみましょう。You like Civil War history, huh? 南北戦争マニアなのか？原平さんに。大好きさ。カントリンの、襲撃とか、カンザスで起こった事件だな。ああ、私たちが向かうのはそことは逆方向だが、もしウォーカーさえいなければ向こうにも、見に行くのもいろいろあるさ。いいね。クリスタには内緒だぜ。あまり興味がないんだ。わかるよ。ということでね、はい、3000点ということでね、原平さんに3000点ということで、素晴らしいコメントでのね、キャッチボールありがとうございます。84番さんいらっしゃいませ。いつ故郷を離れたんだ。半年前さ、二人で旅行してたんだけどさ、苦労したな。何かいろいろあったんでしょうね。きっと猫が怒ってるその程度なんですか。はい、ワッコツーということでね、コウさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。ただいまね、エピソード3の途中からね、放送の方始めております。よく生き延びられたな。持ち物も少ないし、クリスタは二人がいいって。俺はこんなだとさ、彼女が保護者というわけか。待てよ、俺だって役に立つさ。ま、ごくたまにだけどなってね。ちょっとなんか気のいいやつですね、こいつもね。またね、コツはつかめたかって聞きましょうか。難しくはないだろ。早く運転してみたいよ。
保険だって言っただろ。そうですね、交代で運転するのは考えとく。また後でな。はい、というわけで、ワッコツということでね、監督の夢、放送希望さんいらっしゃいませ。さて、一応ケニーとも話しておきましょうね。いい生徒か。さあな。これしか言わないんですね、こいつね。わかりました。こいつ名前なんだっけ、なんか暗いちょぼ。ですねそうですね、ちょっと雰囲気は暗いですけどね。ちょっとね、ちょっとやっぱしマイクのボリューム大きくしすぎてたような気がするんで、これぐらいでいいですか。ちょっとだけマイクの音量下げましたけどねそれはやめてくださいよ、それ無理ですよ。チャックが頑張って演奏してるんですからね。よし、 OK ですか。ちょっとでかすぎましたよね。運転室のドア開く、こっちでいいのかな。じゃあ駅の方に行ってみましょうか。一回ね、何かアイテムがあるんでしょうかね、このタンクローリーをどけるために必要なもの。そんなものあると思えないんですけどね。まあ、まずは行ってみましょうか。いやでも一人で離れたところに行くの嫌ですね。一緒に行っていい？ You like、話が合わないかい？うん、でもチームでしょ、私たち。もっともだ、行こうぜ、と言ってますよ。私はクレメンタインと駅舎を調べてくれ。何が聞こえたら来てくれ。やばい、二人での行動ですよ。最初以来ですね。最初も二人で行動したんですけど、あれ以来、二人で行動ってなかったから、久しぶりな気がします。行きましょう。和骨です。サバイバーズ。あ、和骨ですということで、94番さんいらっしゃいませ。いや、来そうですね。上に何か書いてありますね。サバイバーズインインサイド。中に生存者がいるって書いてますね。マジで。Somebody must have been pretty desperate. 切羽詰まってたんだな。これは行くべきなんでしょうか。ちょっと看板を見てみましょう。あ、なんかペンキみたいなの持ってますね。はい、和骨ですということで、94番さんいらっしゃいませ。そしてグライムさんいらっしゃいませ。ホワイトチョコさんもいらっしゃいませ。ありがとうございます。そうですね、生存者いたとしても中でゾンビになってたりするんじゃないでしょうかね。私もなんかそれが恐ろしくてしょうがありません。何ヶ月も前のものだ。どうやら何ヶ月も前ということは、この看板のね、いや、いそうな気がするけど、まあどうなるんでしょうね。まあ、とりあえず、こちらのね、天井というか屋根に書かれたこちらの文字は何ヶ月も前に書かれたものらしいですね。一応看板ももう一回見てみますか。オートパーツ、まあ、なんかの広告でしょうね。じゃあ行きましょうか。ここの駅ではね、何があったんでしょうね。まあ、多分それぞれに物語があると思うんで行ってみたいと思います。あ、なんかありますね。看板、また看板だ。レイブランドカーパーツ。入らないでください。レイブランドカーパーツって書いてあったんだ。ありがとうございます。完全に扉を閉じるようになってますね。大丈夫。おい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 、クレメだ。一人で入ろうとしたらダメだぞ。本当だよ。Sorry. ごめんなさい。鍵がかかっててよかった。見せてごらん。中にもしかしたらね、いるかもしれませんからね。どうしましょう。後ろに行った方がいいような気もするしな。あ、なんかありますね。フォークリフトがある。なんだこれ、何年も使われていないらしい。怖、開けるしかないの。行く。ここら辺なんかクレメンタイと一回話しとこうかな。入れる場所を探そう。そうですね、和骨ってことね。104番さんいらっしゃいませ。さて、ここから入る。あ、なんか見つけた。和骨ということで、のこのこさんもいらっしゃいません。いや、そういうことにはならないみたいですね。何年も使われてないみたいなんでね。ここに隙間がありますね。上の窓が開いてるな。覗こうか。覗く。そうなんですよ。あ、一応なんかクレメンタインも銃を使えるようにね、練習はしたんですけどね。じゃあやってみましょうか。一応かなんか肩車だ。私の肩に乗って中の様子を見てくれ。うん、わかった。頼むぞクレメンタイン。中に入らなくていいからな。監督が覗くよ。よく見えるよ。どうすればいい。
何が見える What do you see? Lots of crates and stuff. 箱ばっかりよ。鍵を見つけるかドアを破るかだな。ケニーなら鍵をこじ開けろというだろうが、時間はあるし、どうしたものか。開いたみたい。本当か？多分。え？なんで開いたの？パパ、ケンに来たよ。え？驚いたな。どうやって開いたのよ？え？なんで開いたの？ねえ。ということで、パパ、見に来たよということで、111番さんいらっしゃいませ。え？ちょっと待って。え、こっから覗いてるだけでなんで開いたの？え？ちょっと待って。どういうこと？レイコキナ。ちょっと待って。マジで？ちょっと見よう、もう一回見よう。わらわら、呼ばれてるわ。ゴムゴムの実。マジか。ゴムゴムの実だったの？マジか。ちょっと、最高記念室かもしれないね。行く？ゴムゴムの実ということで、116万サインでしたもんね。あ、そうなの？自動ドア、わらわら。行きましょう。気をつけてね。セリフを取られたな。へへっつってね。さあ、で行きましょう。なんかやばそうな BGM が流れ始めた。真っ暗だな。私が扉を見張っておこうか。いや、ダメだ。何かで開けておこう。何で開けておく？あれ使うか、さっきのアイテム。これか。使っちゃう？これ使おうか。仕方ない。よしよし、これでいつでも逃げれるようになりました。で、うわ、クレメンタイン、こんなところに連れてきたくないけどな。しょうがない。あれ、何ここ、なんかの、何これ、鍵があるみたいな。ここからじゃ届かないな。鍵、あ、こっちの奥にあるんだ、鍵。これ、これに今手伸ばしたの？リー、大丈夫？リー。ちょっと、リーが不安になります。ちょっと、この距離を、リー、手伸ばして取ろうとしたの？マジかよ。ちょっとリー、不安ですね。不安要素、リーありますね、ちょっとね。サイコパス監督。あ、了解了解。ありがとうございます。わらわら、ちょっとびっくりしましたけどね。大丈夫なんでしょうか。あれ、延長は30分延長しました。発動せん、あ、びっくりした、発動した。よかったよかった、ありがとうございます。延長殿、ありがとうございます。行きましょう。ちょっといろいろ調べましょう。完結、気をつけて。ここには何かないの？じゃあ他のものも見てみるか。じゃあ、あ、看板がある。ちょっと、ということで、延長殿、ありがとうございます。何か使えるものがあるはずだ。カンコレ、そうですね。リーも疲れちゃってるんですよ、ね。カンコレというか、なんか違うの入ってるけど。ありがとうございます。鍵はとりあえず取れないね。で、次行くよ。ガスバーナー、いいね。取って、取って、取って。Exactly、いいものがあったぞ。向こうのやつ、あのガスバーナーが欲しいな。欲しいですね。ピョッということで、ありがとうございます。ガスバーナー欲しいな。これ開けれるの？ちょっと開けに行こう。どう？鍵がかかってる。どっか上の方とかに隙間、あ、あったあった、ここだ。隙間、隙間、隙間があるが狭いな。私なら通れるわ。そうだな。よし、じゃあ行ってもらうか。行くしかないよね、これね、多分ね。こっちの扉がちょっと気になるんですよね、皆さんね。ここの扉なんだろうなーって今思ってるんですよね。はい、監督はこっちということで、ヤギさんいらっしゃいませ。これ怪しくない？みんな怖くない？これ今、これ、箱があるから大丈夫だけど。よし、じゃあもう一回肩車しよう。You okay going over the top of this fence? 鉄格子を越えられるか？もちろん。ボス？いや、わかんない。いや、ボスじゃないかもしれないけど、なんかいそう。鍵を取ってきてくれ。箱で押さえてる感じのドア。急げるんだ。え？ Behind you！ 後ろ！おー！やばい。撃つ、撃つ。おー！やばい。死んじゃう。助けて。やばい。やばい。スパナ、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 スパナ取って。スパナ。戦うよ。OK。まず一発。もう一発。来てる、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 来てる。やばい、やばい。バツボタン連打。急いで、急いで。助けて。四角。はあ、
危ない、危なかった。あー焦った。逆にあの扉を開けてたことがあだになりました。あ、クレメンタイ震えてる。 It's okay. It's okay. 心配ない、もう大丈夫だ。この髪型の方が、あー怖かった。ということで、ゾンビクルーということで143番さんでやっ、マジか、クレメンタイ撃て撃て、クレメンタイ、やばいやばい、クレメンタイの方にいる。取る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 、開ける開ける、開けないと。どこどこ、開けて開けて、で開ける開けて、殴る、銃を撃つ銃を撃つ、あ撃つ、オッケー。危なかった、やれやれ、危なかったわ。あ、まさに危機一髪だ。でも生きてる、よかったよ。本当だよ、順調ですね今日はね。What's going on? 何事なの？銃声が聞こえたけど、大丈夫だ。銃声で集まるのでは？わらわら。そうですよね。ウォーカーがいた。危なかった。この子と一緒に戦ったってわけ？片付けた。ということで146番さん、147番さんいらっしゃいませ。そうね、でも失敗したら奴らが詰まってこないか見てくるわ。それはいい考えね、つってますね。クレスタ、ちゃんとその子を守ってあげて。あ、彼女のためよ。さて、まあこれでね、ガスバーナーはゲットできましたからね。なんかちょっと、厳しい意見です。まあ実際、本当にそう思いますしね、私もね。じゃあガスバーナーを拾って。外に出ようよ。怖かったかい？怒られちゃいましたね。まだ銃は無理みたい。怖がることはない。危なかったが、やっつけたんだ。うん、そうかも。怖がればかえって命取りになるぞ。よし、これでガスバーナーをゲットしましたよ。あと何か物が落ちてないか調べましょう。空の棚、誰かがもう取りに来たってことなんですかね。何かをね、しっかり埃をかぶってる。そっか、じゃあ別にここを誰かがもう先に来て物を奪ってったってわけじゃないんですね。一番怖がってるのは監督だがな、うん、いやそうですよ、私が一番怖がってますよ、正直な話ね。あ、クレメンタイと話せますね。話してみましょう。You sure you're okay? 大丈夫かい？ Yeah. うん。でも震えてる。It'll pay. すぐに収まるさ。よし、じゃあこれでとりあえずここで手に入れれるものは全て手に入れたような気がします。ガスバーナーはもしかしたらあのタンクローリーを爆破させるために使うのかな。ちょっとどうなるかわかりませんけどね。一旦ね、タンクローリーのところまで戻りましょう。いやーでもこれ本当にどうなるか先が読めないですね。まさか駅舎でガスバーナーを見つけた。連結部を焼き切ろう。あ、連結部を焼き切る。うん、違ったみたい、違ったみたいよ。はい、というわけでね、バイト行くのでおつですということで LG さん、行ってらっしゃいませ。そうですね、気になりますよ。そうですね、巻き込まれちゃうんだね。とりあえずじゃあガスバーナーで連結部分をね切るっていう意見の方が出ましたんで、そちらに従いましょう。よし、ちょっと一応喋ってみますか。オミードか、オナードと間違えちゃった。オミードだった。うまくいくかな。だってバーナーを使うんだぜ、楽勝だろ。ワコチュン監督ということで179番さんいらっしゃいませ。いやそうですね、ちょっとこういうなに太いものをね切れるんでしょうかね。まあやってみるだけやってみましょうか。うるさい、よし、いきます。そうですね、なんか、なんか、カリブ系の血が入ってそうな顔してますよね。さて、ガスバーナーで、クソということで、どうした？どうした？濡れてる。早くバルブを。引火したら大変だ。何かで塞がないと。あ、漏れてる。漏れてるって出てる。
なんか漏れてるみたいよ。あ、これでね、さっきのあれだ、セロハンテープじゃなくてガムテープみたいなの使うんだ。危なかった危なかった。これでよし、絆創膏みたいなの使いましたよ。 OK です。よし、じゃあ間違えました。濡れてるって読んじゃいました。漏れてるって書いてあったんですね。すいませんでした危なかったですね。もうここで爆発したらもうえらいことになりますからね。行きましょう、切ってみましょう。オッケー、しっかり火がつきましたよ。 That's crazy. いいぞいいぞ、いけそうだ。 Just about got... あと少しだ。おー、オーミード、すまない、いいって。もう少しで切り離すそうなんだ。あとほんの少しだ。どうしよう、オミードに助けられた、助かったよって俺を言わないとね。早くやろうなあ、俺を言おうと思ったんだけどな。いや、わからない。それがわからないんですよね。でも落とさないと、うん、はい、遅くなりました、和骨です。ということでコナンさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。きた、いや、き、あ、待てよ、届きそうにない、マジか。どうしよう、届きそうにない。だってこっちら辺をいじったらなんか変化が起きるとかないのかな。どうしようどうしよう。手で、くそ、もう少しだっていうのに。まったくだ。どうしよう。じゃあ何か、あ、これ発電機違うな。うっそ、そんなことさせんの。うっそ、本当にチョップしてみるチョップしてなんか全部上ごと落ちたら嫌だからね。下のタンクだけ落ちてくるな、まだしも。ちょっと喋ってみようか、じゃあクレメンタインと。Hi, girls. あ、クリスタになっちゃった。あ、まあいいや、これはいいや。で、まあ、確かに軽いしね、やれるかもしれんね、クレメンタインなら。あ、じっとね見てますよ、じっと見るだけ。反応ありませんね、何なんでしょうか。もう一回これ触ってみようか。じゃあみんなでトラックに乗ればいいんじゃない。引火すれば大爆発だ。気づかぬものなんだ。はい、出遅れた和骨ということで、テングハムさんいらっしゃいませ。何なんでしょうね、わかりませんけどね。誰かが上に乗るか何かするかとか、何かしないといけないような気がするんですけどね。あ、このじいさんのギターで、いや違うな。あ、わかった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 ぞ。違うのかな、ちょっとやりたいことやってみます。ちょっとね、まず上に上がります。死んじゃう死んじゃう、じいさん乗せちゃう、死んじゃう。仕事せずにね、心臓麻痺で死んじゃうかもしれない。ちょっと待てよ、監督の分かった派分かってない。いや、こういうことじゃない、オミードに任すんだよ。これを私では連結部に届かない。いや、だが私は掴んでいれば届く。冗談だろ。はい、すいましたよ、今戻った。監督の叫び声で、隣人が激怒さんいらっしゃいます。やばい、なんか嫌な音がする。何あれ何あれ、なんか大群が来てない。いや、いや、みんなすごいのが来てる。ものすごい数だ。逃げないと。くそ、オミード、きれい、早く。いや、優勝パレードだったらいいけどね、そんなに嬉しそうなもんじゃない。切れるぞ、引っ張れ。落ちた。ちょっと、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。ケニー、ゴー！ケニー、出すんだ。急げ、急げ、急げ。レッドライジ、あ、やばい。なんか。おい、俺たちは、俺たちはどうすんだ、俺たちはどうすんだ。あ、これで爆発させる気だ。一か八かだ。おい、まさか、やばいやばいやばい、優勝パレードじゃないですけど、えらいことになりました。あれ、爆発させる気だ。飛び降りるぞ。マジかよ、大丈夫かよ、爆発するぞ。やるしかないのか、こんな一か八かみたいな。オミード、遅い、さあ行け。 I will.
やけだ。You son of a... よし。よし、落ちた。で、私も飛ぶ。あ、落ちた。オミード落ちちゃった。まずいまずいまずい。オミード落ちちゃった。やばいやばいやばい。嘘嘘嘘。嘘、オミード怪我しちゃった。嘘。こんなの想像してなかった。ちょっと待ってくれ。やばいやばい、オミード救わないと。オッケー、オミードオミード。オッケー、オミードをまず救う。いやいや、違う違う。俺より彼女。クリスタ、クソ。え、嘘。このバカ、なんで俺をクリスタが。嘘。違う違う、まだ大丈夫、まだ大丈夫。お前、大丈夫よ、心配ないわ。いや、ちょっと待て、マジか。よかったよかった。よかった。ここでまた一人失うのかと思った。いや、全く、えらい数だ。え、足折れてない？え？え？足取れてない？おい、俺の足は無視かよ。無事よ、みんな。え、足。うっそ。え？しまった。これ押しちゃいけなかったんだ。うわ、やっちまった。足取れちゃったかもしれない。折れてるの？取れてはないんだ。よかった。いや、でもやっちゃった、これ。また私、責められちゃう。足には関係ないです。わこつー。足取れた？いや、足取れたかと思ったけど、取れてなかった。ということで、ネオさんいらっしゃいませ。いやいや、私のことを責められる方、うん、すいませんでした。いや、皆さんそう言いますけど、こちらのストーリー、足なくなったストーリーとかあるんですよ、エピソードね。だから私もまた取れちゃったのかなと思いました。あ、すいませんでした。さて、なんか絵を描いてるみたいですよ、クレメンタインが。何の絵を描いてるんでしょうか。あ、これケニーとか、ケニーの家族の絵だ。じきに大西洋にたどり着ける。そうなんですよ。でも、船を錯綜。何としてもだ。そうとも。あ、そうそう、先生の話ね。その話以外にももう一個あるんだよ。忘れられない日になった。頭がいっぱいだよ。これからのことを考えよう。一番の心配はそれだ。それで十分さ。そうですね。やっぱ、なんかね、シネマティックアドベンチャーってね、書いてありましたからね。おお！なに？電波が？嘘、トランシーバーが反応した。まさか。いや、聞こえ。まさか。サバナで待ってるよ、クレメンタイン。ご両親もここにいる。リーがどうしようと必ず会えると思う。私もぜひ。誰？リーのことなんで知ってるの？ありえん。壊れてると思ってた。私もだ。俺たちの行き先を知ってる様子だったな。おかしくない？誰なの？さあな、だが悪い予感がするぜ。いや、そんなことない。でも、だってリーとクレメンタイが一緒にいることを知らないと。今の言葉言えないから。おつつ、孔明の罠。怪しい。孔明の罠。あ、次回予告だ。さて、次回予告です。川だ。船に乗るか。それともウォーカーがいないうちに辺りを探索するか。今船を探すことに集中しないとな。列車でそう決めただろ。引き逃した。わからない。これ以上怪我が悪化したらみんなで担いでいくしかないわよ。見捨てよ。隠れた方がいいぞ、すぐに。一体何者だ、答えろ。トランシーバーのことをなぜ黙ってたの？誰と話していたんだ？今度見つけたら殺してやれ。わかったか。なんかまた新たに追い詰められてってのが始まるみたいですよ。ということで、ワコーツ監督はオワコンと聞いてということで、289番さんいらっしゃいませ。オワコンですみませんでした。まあね、そうなんですよ。処理落ちがちょっと尋常じゃないんですよね。うん。さて、じゃあね、ちょっと今日ね、私の
わからない。なんでなんでしょうね。強すぎはロタ。さて、まあ一応ね、ちょっと、皆さん他の人たちと、私の選択がどれぐらい、違うのかっていうのをね、ちょっと見てみました。どうやら、いや、そうなんですよね、こちらの作品ね。そこがまたいいところですよ。なんか、押したか？最もね、普通の人と違ったのは、苦悩を背負う、そうですね、オンラインで集計されるんですね、選択肢がね。で、ダックを撃ったかどうかっていうのが、どうやら 80% の人は自分で処理したんだ。オミードほぼ半分。いや、オミードはやりかけちゃう。オミードを助けたのかっていうのは、55% が助けたみたいですよ。多分押したのは正解だったのかな。自分でやったのか。そうですね、自分で多分ダックさんを撃つっていう選択肢をした人がね、どうやら 80% いたみたいですね。さて、じゃあね、ちょっと次行きましょうかね。どうしよう、これもう今日はここにしとこうかね。さすがにまたね、続きが気になるんですが自分で調理？何の話？まあ、とりあえず、今日はですね、ここら辺で、終わろうかなと思うんですがね。さすがにこれ、そうなんですよ。そうですね。トイレットシミュレーターやる？ちょっとだけ。じゃんけんマンはやらない。てか、トイレットシミュレーターもプレステ3今やってるからね、ちょっとやろうと思ったら、ちょっとね、問題が発生するんでね。そうなんですよ。はい、ということで、すいませんでした。ダッジドレッズさん、いらっしゃいませ。こんばんは、ニコニコ。Always talking to the female. わらわらわらっつってます。ありがとうございます、スイッチの方ね。すいませんでした。気づいてなかったら申し訳ございませんでした。スイッチの方ね、来ていただいてたようで、ありがとうございます。皆さん、スイッチの方はですね、ニコニコの皆さんは、なんで、女の子の話ばっかりしてるんですか？わらわらわらって言われてますよ。クレメンタインの話をした時なんでしょうかね。ということで、監督さん、和骨です。終わりですかということでね、ウィさん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。さて、いかがだったでしょうか。今日はここまでにしましょうね。で、しょうがないですよ。和骨クリアしたのということで、321番さん、いらっしゃいませ。皆さん同じようなことは言ってますけどね。あ、そうなんだ、そういうことか。いつも、女性と喋ってるね、わらわらってことか。ぼやだからさってかっこいいですね。さて、まあ今日はね、ここまででございます。和骨クリアしたのということで、そうなんですよね、チャプターのね、3の方はね、クリアしました。そうですね、私の勘違いでした。申し訳ございません。この後はアバウトじゃなくてね、2だったんでね。ちょっとじゃあスカイダイビングでもやって終わりましょうかね。さて、今日はですね、ウォーキングデッド、夕方からゲームしようぜ、初見ね、4日目の放送はね、ここまで。